だけど。そんな、私たちが歴史に介入するタチ？タチって誰のこと？え、それは厄介なもんだよ。ではあなたもお前みたいに別の次元をつなぐことはできねえけどな。その代わり別の次元に行くことはできっけどさ。なるほど、誰が別の次元に力を届けたのか。というか、いきなり湧いて出てきて勝手に話を。何をしに来たんですか。まさか、いりませんよ今度こそ。おう、ちげって、お前とも長い。ま、おし、え、向こうのお前がさ、こっちの世界全部ぶっこ、え、ちょっと世界を見りゃわかんじゃねえか。そろそろ うわぁ、思ったよりすげぇ。な、何？雷？地震？後ろの二つ。バカ言ってないで、確かめるわよ。マジで無差別に僕は、ま、私の力ですか。そういうこった。さて、じゃ、せいぜい頑張れよな。あ、待ってください。まだあなたにはお聞きしたいことが。うわ、冗談じゃないわよ。そんなことよりどうすんのこれ。こんなのがずっと続いたら本当に世界が壊れちゃう。ぼーっとしている場。そうですね。またここで待ち合わせね。あなたに言われるまでもないわよ。やられたぶ。さて、行く、どこで。ああ、もうネプギウスピーシャ。すごいね、コンパさん。攻撃は街いっぱい壊れてた。ピーシェちゃん、街のみんな元気になっても。それは単に、いやね、ごめんね。何の反省会してるのよ。あの他人事みたいに言ってんじゃないわよ。ごめんなさい。アイちゃん、今そんなこと言っても仕方ないですよ。私も何度も向こうと連絡を取ろうとしてるのですけど。あっちの、きっと今頃本棚の下敷きにでもなってるんじゃないかな。さすがにそんなことは。こっちのイーセンもな、ブルルートさんは私のことをそんな風に見て。あばば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 ばはばばばば。これは来た、久々のバイブイーセン。変な呼び方しないでください。すいません、何度も連絡をいただいたのに、ようやくかけ直すことができました。噂をすれば。おっきいイーセンだ。もう遅いよ、イーセン。何してたの？それが、急に倒れていた本棚に挟まれてしまった。イーセンさん。ネプコに行動を読まれるなんて。それより、そっちはどういう状況なの？すみません。プラネテューヌの街は壊滅状態です。女神の皆さんが集まって収束を図っていますが、そんな、なんとかなりませんの？そちらか。現状、打てる手は一つ。ネプチューナさん、ネプギアさん。私、もうやっぱりね、主人公である私がいなきゃ無理ってこと。猫の手でも借りたいという状況なんです。お願いします。猫の手扱い？ああ、見て見て、猫の手。確かに、ピーシェちゃんの手袋は猫ですわね。猫じゃないよ、虎だよ。
のはいいとして、正直微妙なところです。こちらでのプラネチューなのに。こちらもピーシェとエディに好き放題。時間もありませんし。すみません。しかしやるしかありません。今は少し切れてしまいました。どうする。
Bye.